コーナーナでモルフのボックス,ス,トレッチストレッチボックスが表示されストレッチを開始する際コーナー辺面のどれをクリックするかによって若干動作が異なります主な違いはストレッチモードが同時に動作する方向の数となりますボックスストレッチコマンドを有効にしストレッチボックスが表示された後ストレッチを開始するため ストレッチボックスのいずれかのコーナーをクリックします。この場合、クリックされたのと反対側のコーナーからストレッチボックスがストレッチされ、3方向に同時にストレッチすることができます。新しいペットパレットには3つのオプションが表示されます。1つ目は通常のストレッチのオプションです。 ストレッチボックスの反対側のコーナーからストレッチされますここではストレッチボックスの反対側のコーナーは動かず、他のすべてのポイントがストレッチされます2つ目は中心からストレッチですこの場合、ストレッチボックスのすべてのコーナーはストレッチボックスの中心から同じ距離だけ拡大されますモルフは 中心からすすててのの方向にスストレッチされています3つ目はスキューのオプションですこのオプションは平行四辺形あるいは平行六面体にストレッチボックスの形状を歪曲することができますストレッチボックスの3つの側面がストレッチしたポイントに配置されます この操作中に編集中の平面を切り替えればストレッチされる元を切り替えることができます。モルフ要素の形状はストレッチボックスの Y 曲に基づいて再生成されます。